相撲の強い人でした。そして多分満州には相撲の紅茶として来てたんじゃないかっていう、こんな風な話が、流れていました。ある時収容所で相撲大会が催されまして、万歩さん断然強くて、そして景品をもらい、その景品をこう手刀切ってですね、それを、肩に乗せ、上手にこう、四股を踏んでみせた、こんなふうなことが ありました。そして、相撲となりますとみんな大好きで、したけれども、中に、昔相撲取りであって、まあ上二段くらいだったって言ってましたけども、そういう人が、我々の前で食切りをやって見せてくれました。食切りって随分面白いもんだなと、こんな風に、思ったんです。そして朝鮮の兵隊さんもいまして、その朝鮮の兵隊さんも相撲が好きで、よく万歩さんなんかと取りましたけれども、なかなか強くて、応援合戦をやりましたが、日本人は屋敷牛田のなんか踊りを踊って応援しましたし、朝鮮の兵隊たちはなんかこう長い木さんの使うような太鼓ですね、それを思って、トントコトントコこう叩きましてね、まあ、キーさんの太鼓を打つ真似をしたわけです。そんなふうな、そして、ソ連の人たちも見物に来ました。まあ、いろいろなことがあって、それがスパイだとかスパイでないとか、そんな風なことは本当は分かりませんでした。また野球なんかもやって楽しみましたが、その時に、やはり、ソ連の人たちも見物に来まして、ソ連には野球というのがないんだって言って、喜んで見物していました。で、見物の合間に応援のために、いろいろのこうアトラクションをやったんですけれども、昔漫才師だったという吉田という兵隊その他が、先頭に立ちまして、州長の娘をやりました。その州長の娘は、僕が作ったインクを体に塗って、そして、結構皆さんの喝采を受けたことを覚えております。ラーゲルの一角に一つの小屋がありまして、そこで、ジムを取ってる人がいました。何があるのかなと思って、そこの小屋を覗いて中を見ますと、ソ連語の本がいろいろありました。そして将校がおりましたので、ここはなんだかとこう聞きますと、情報部だと言うんですね。その人は情報将校だとそういうふうに言ってましたけども、何をやってるかわかりません、でした。そして何しろ日本人の性質、日本人の軍隊の様子、それはもう全部分かってしまったんだと、こんな風な話でした。そして、もう全部分かったから返すんじゃないかと、こんな風な、まあ今年やかな、まあ先ほども言いましたけど、そういう風な情報も流れました。そして、僕は、ナホトカへ、僕は、まあ、ナホトカへ帰ってまいりますと、そうしますと、そこには、
元の将校はもう、おりませんで、管理部というのがありまして、そこで、我々がどんな風にして働いたか、どんな風なとこにいたか、それから全部その、情報は、管理部の兵隊がやっていました。その管理部は恐ろしいんで、言うこと聞かないと返されないようなんていう話もありましたし、我々はそういう人たちの前で、歌を、朗読会やなんかを歌うんですけれども、まとまって上手じゃなければまた1年伸ばされるか元のラグで、送り返されるんだっていうようなこんなような話がありました。いつか私も管理部へ呼ばれましたんで、行ってみますと、そこには割と若い兵隊が、おりまして、どうだお前の方の僕が預かってました兵隊健康状態を聞かれました。私の方の中隊はみんな元気ですとこういうふうに答えておいていたんですけども、そうでなくて、一人直とかの港に着いた途端に食べるものは青いものが食べたくなって海辺に流れてきた海藻を食べてしまったんです。この中隊の兵隊が、そしてひどく吐きました。それは、医療所へ行ったんですけれども、何も食べなかったとかいろいろ言ってたんです。途端にそこで吐いてしまいましたんで、見たらば、その、海藻が口からたくさん出てきたわけです。そうして、お前は嘘ついたなっていうわけで、お前はどこの中隊だ。こんな風に言われたりして、なんか僕もひょっとすれば残されんじゃないかと思って心配したんですけども残されないで、済みました。まあそういう、帰ってきて青いもの珍しいものを見ると生で食べたくなって、私たちの中隊の人ばかりではなかったようです。それでまあなんとか僕は助かったのかもしれません。それから、ナホトカで、いろいろ日本の状況の話を、頭を伸ばした元兵隊さんが、日本の兵隊さんが、日本の状況を話してくれました。それで、すぐそばに、ソ連の金髪の、それこそ向こうの人ですね、向こうの人の、ソ連人の将校がいました。そして話をその管理部の人の日本の状況を話してくれたのが終わりますと、今度は独り言を言いました。僕はまあ興味があったもんですから注意してたんですけれども、その人のいうことにさーっとこれからどうしようかななんてこう日本語でそう言いました。いやー僕はびっくりしました。やはり日本語のできるそれこそ日本人と同じロシア人が、いたわけです。さて、ナオトカから船に乗りました。乗った途端にもう日本人ばかりでしたのでほっとしたんですけれども、輸送艦がもうこの船は日本人だけなんだから、君たちも思うことを話してもいいんだとこんなふうなことでした。そしてまあ赤くなるという言葉じゃないんですけども、ソ連で教えられたことを全部忘れた方がいいんだと、こんな風に、言われました。怖い顔をして言いました。そして、日本へ着きまして、何人乗りましたか、その私たちの乗ってきた船は第一大宅丸と言うんですけれども、まあ何千人、千人ぐらいいたんかもしれません。
そしてその中でなんか話によりますと4人ばかりアメリカ軍のところへ行けと言われたんでしょう。私もその4人のうちの1人になりまして、なんか話をしてこいとこう言われましたんで出かけました。そうしますと日本、まあ随分アメリカ人って大きくて太ってるんだなとこういうふうに思ったんですけども、こういくつかこう小屋がありまして、それからその他にこう尋問室みたいのがつまりあったわけです。でそこへ行きますと、お前はどこから来たんだというふうなことをですね、たどたどしい日本語で、アメリカのあれはやっぱり2世でしょうね、鉛筆を持ちながらいろいろ私に聞くわけです。お前はどこにいたんだ、はい、こういうところにいましたなって言って、そこの所長はなんて名前だった、あ、こういう名前です、それからその時の状況をすべて、話をしろというので話しました。やっぱり向こうの情勢をアメリカ人が知りたかったんでしょう。それと僕は最後の帰国戦だったもんですから締めくくりを聞きたかったんだろうと今から思うんですけれども、どうしても思い出せないことがありましたし、あまり不正確なことを言ったら困ると思ったんで、黙っていたんですけども、もう一つこのあんた言うことがあるんだと言うんです。そうして何かと思って考えてたんですけども、その二世はこう鉛筆を持ちながら居眠りなんかしてるんですね。ああ、こう人を尋問するのに居眠りにするのかなと思ったんですけれども、いやそうでなくて私の思い出すのを待ってたんじゃないでしょうかね。わかりましたって言ったらパッとこう目を開けまして、なんだって言うから、私のおりました、あ、収容所の枕木の一日の出来高をお話しするのを忘れちゃいましたって言ったら、そうだよ、それを君待ってたんだよっていうことで、そうしてその一日に何本作るというようなことをお話ししました。そうしましたらそれでよかったんだというようなことで、それからようやく釈放されることになりました。そしてその部屋を出まして、出ましたらやはりもうちょっと上官の方だったんでしょう。私見ながらどうだったって言うからね、いや、ありのままお話したんですって言いましたら、じゃああんたこれからどうするんだって言いましたから、私はこれこれこういう会社へ元勤めてたんですけども、どうでしょうかって言ったら、あの会社はいい会社だから大丈夫だって言うんで、それで安心して、船へ帰りました。まあ、やはりスパイスパイと言いましても情報を知らなければ困るので、お互いにこの微妙な関係って言いますかね、スパイするのはまあ当たり前じゃないかと、この軍隊ならなおさらそうだとこんな風に思いました。花と歌とということで、お話今度はしてみたいと思います。満州も春になりますと柳が一斉に燃え全山ツツジになるという農金コースというところに我々は駐留しておりましたが、これがまた昔から教えてもらってたせいか、すぐ桃源郷ということを思い出すことでした。ソ連にも一箇所、満州にも一箇所、ありました。その農金コンスというところは、周りが崖になっておりまして、そして崖のすぐ下を、きれいなきれいな水が流れていて、その中に我々の兵舎があったんです。
それこそ大きな水浴びなんか、行きますと大きな真っ黒い貝が手づかみで取れますし、手づかみといえばまた雷魚がたくさんいて、それも手づかみもできますし、米粒一つで魚が釣れました。こんなところに我々おったんですけれども、演習はなかなか辛いもんで、その崖に向かって防毒マスクをつけたままで駆け上がる演習をよくやりました。もう夫婦行って、崖の上に立ちまして、そして倒れるようになりますと、そこに綺麗な綺麗な紫、藤紫のまるで副重曹のような花が地面に咲いていました。やはりその花が一番先駆けで、次がツツジというふうな、そんなふうな話でした。で、台中にこの花なんて言うんだろうななんて言って、私が聞きますと、知らないのかって言うんです。そう、僕は満州にいたわけじゃないから知らなかったんだって言いますと、俺ももう2年も満州にいるんだからそういうことも覚えてねって言って、これが迎春花だと言うんです。インチュンホアと言ってます。で、内地でよくインチュンホアが咲いたら嫁さんに行きますよというふうな歌がありましたね。あれを聞いてましたんで、はあ、これがインチュンホアかと、こんなふうに思ったわけです。それがソ連にもありました。そして、いつか、薪を取りに、山の方へ行ったんですけども、そこに大きな大きな、それこそ大きな、岩が一つ野原にそびえ立っていました。一つの石です。それで、いいとこへ来たな、こんないいとこなら、捕虜でなければ一度、ピクニックにも来てみたいなというふうに言ってたんですけれども、そこの岩の下にそれこそたくさんの迎春花が咲いていました。それで、これは迎春花という花なんだよというふうに、まあ、みんなに話したわけなんですけども、こういう歌があるんだつって歌って聞かせました。金や太鼓に送られながら、春よ三月雪の剣に、インチュンホアが咲いたなら、お嫁に行きます隣が、あわんさん待っててちょうだいが、こんな風に歌って聞かしたんです。そうしましたら、高校の歌ができるっていうようなことで、帰ってまいりまして、慰安会の時に何か一つ歌えってこう言われたんです。それで、同じ歌を歌うのも嫌だと思いましたんで、青い背広を歌って、見ました。これも、まあ、下手ですけども、そういう歌を歌いましたら、喜んでくれました。中に一番喜んでくれたのは、彦坂総長、また総長さんの話に出ますけども、その人が、よく、歌ってくれたっていうようなことを言いました。ので、まあ、僕も少し、歌を歌うことに、得意になってたんですけれども、これで、裏の殿の大衆上へ行き、
そして、山中隊に今度は属してから、まあ、伐採に行ったんですけども、そこで、つまらないし、家のことも思い出し、子供のことも思い出したんで、作業中にでも歌を歌ってやろうと思いまして、童謡をよく歌いました。そうしましたら、隣で働いてた矢部兵長っていうのが、もっともっと歌ってくれって言うんです。それで、よく、てんてんてんまりだの、その他のものを、歌って聞かせましたら、あ、この人も変、子供がいたのかな、どこかわかりませんが、私はもう二人もおりましたからね、それで、時々童謡も歌ったんです。それから、今のような、てんてんてんまりちょっと歌ってみましょうか。今でも、歌いますよ。てんてんてんまり、てんてまり、てんてんてまりの手がそれて、どこからどこまで飛んでった。垣根を越えて屋根越えて表の通りへ飛んでった飛んでった表の行列なんじゃいな紀州の殿様奥に入り金門先箱ともぞろいおかごのそばにはひげやこ、けやりをふりふり、あっこらさのやっこらさん。おかごは行きます東海道、東海道は松並み、泊まり泊まりで日が暮れて、一年たっても戻りゃせぬ三年たっても戻りゃせぬ戻りゃせぬそれで三年たっても戻りゃせぬなんて歌になっちゃったんで僕はちょっとほろりとしちゃいまして、もうこのてんてんてんまりは歌わないと思ったんですけども矢部兵長はやたら僕に歌ってくれて、作業に行くたびに言われたもんです、この人もどうなりましたかね、辛い作業だったもんですからね、歌を歌って紛らわせました。歌っていうのはもう本当にこういう時には楽しいですよ。だから辛さも、忘れちゃうんですね。それでソ連の保障なんかも歌を、覚えましたよ。僕が教えたわけじゃないんですけども、ポッポッポ、ハートポッポなんて、これを一番先に覚えたよ。それから、白地に赤く日の丸染めてなんて、こんな風な歌を結構、歌いましたね。それで、なんか、大切な、僕らはもう少し子供の歌じゃないのとこう思ったんですけども、保証が結構そういうのを覚えたんで、面白半分に、教えたんですね。大切な時に、なんかもう少しこう、なんて言いますか、彼ら保証は知らないもんですから、そういう雰囲気じゃないときによく、ポッポッポハートポッポなんて歌われましてね、ちょっとがっかりしたこともあります。それで僕はソ連の歌はあまりよく、というか少しか知りませんでしたので。まあ昔から言われてるボルガの船歌でも一度奴らに歌ってもらおうと思いまして、保証人おいボルガの船歌ってのは知ってるかって言ったら、
そういった俺知らないよってこう言われましたんでね、がっかりしたことはあります。で、向こうの一帯の歌はもっともっと現実的なもんだそうです。それは歌ってはもらえませんでしたけども、おむすびを背負ってそして戦争に行くんだっていう、こんな風な歌をよく歌ったっていう友達が言ってました。それからある時、浴場の建設に僕は市駅で出かけましたが、裏の田の郊外でなかなか景色のいいところで、そこの浴場は、建設がなかなか進まなかったんですけれども、もう間近くなったっていうんです。でそれが建設が済めば、町の人たちはそこへ、バーニアですね、そこの浴場へ来るんだというふうに言って、その、人たちは喜んでましたけれども、一緒に働いた人の中で女性がいました。この女性たちは歌がなかなか上手で、よと触ると歌を歌っていました。休みになると僕らもその人たちの歌を聴いたんですけども、相当の年配の女の人はこう手で、タクトを振るような真似しましてね、そして結構合唱は上手でした。こんな風にソ連の人たちは歌が上手だと、そんな風に思いました。それで内地帰りましてから、確かシベリア物語とか、あと石の花とか、石の花だと思いましたが、そんな風な映画を見ました。して、あそこの、そうですね、バイカル湖が時々出てきましたでしょう、その映画に。そのバイカル湖の7、8時間、自動車で行ったところに僕らの収容所があったんです。バイカル湖はとても綺麗な水だというふうに聞いてましたけども、もちろん冬は厳寒でとても人間のいるようなところじゃないと思います。と言いますのは、バイカル湖で獲れた魚をが、トラックいっぱいに来たことあるんですけども、ちょっと鯉を小さくしたような魚でしたけれども、それがトラックいっぱいに、そのままで、何もこう根本も何もしてないわけです。桶にも樽にも入ってきませんで、トラックに乗せたままです。そのトラックに乗せたまま持ってきて、シャベルでもうガン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 こう下ろすんですね。もういかに寒くて、よくその魚が凍ってるということがわかります。ある時、ソ連の人たちが映画を見せてくれるというようなことで、その映画の機会を私はその収容所の近くの学校へ、取りに行きました。中学だって言ってましたけども、そこで音楽が流れていて、そして、アコーディオンを弾いて、楽しく楽しく彼らが手取り合ってくる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 ダンスをやったのを覚えております。いいなぁと思ったんですけれども、そうして、彼らは人種は別に、区別しないで、どの人種でも同じように、
仲良くやるんだと言って、モンゴル系の男の子がそんなような話をしてくれましたが、その頭に白い、プラトークですかやりましてね、それでエプロンみたいなのをやって、女の子と男の子と全く楽しくアコーディオン弾きながら踊りを踊ってたのにはびっくりしました。僕も日本に帰ったらこういうのことをやりたいなって思ったんです。そうしてまあそんなふうなこともありましたし、ある時もう寒い冬に、垣根を作らなくちゃなんないという刺激に行きました。そしてもうすっかり大地も大げさですが土地はもう凍ってますので、それを掘るのに穴を掘るのにとても大変でした。でその穴を掘るためにその雪をこうかっぱきまして、そしてそこの上で焚き火をやるんです。焚き火をやるのに町がなかったんで保証が多い、あそこの位置って